心に火を灯す言葉、8月12日。こんにちは、飛びたジョです。今日の心に火を灯す言葉はこちらです。力量が足りないのではない。意志が足りないのだ。力量が足りないのではない。意志が足りないのだ。これは、フランスロマン主義の詩人小説家である、ビクトル・ユーゴーの言葉です。彼の代表作には、レ・ミゼラブル。 ームがああり、読んん。だことのある方もも多いかもしれません私も若い時代にレ・ミゼラブルを読んで感動したことを覚えていますこの言葉はうまくいかないのは力量が足りないのではなくやり遂げる意思が足りないのだといったものです力量が足りないのではない意思が足りないのだ何かをやろうとして本当に自分の力量が足りないと思ったのならば 自分でそれを改善すれば良いだけです。しかし、人に言い訳として述べるときに、自分の力量が足りなくてというのは逃げでしかないのです。それは自分にやろうとする意思が足りないからだと彼は言っているのです。私にも身に覚えがありますが、うまくいかないときの言い訳で力不足でしたといったことも多くあります。今思うと、 やはり自分のやるぞという意志が足りなかったと言わざるを得ません。今日から言い訳はせずに、しっかりとした意思を持って取り組んでいきましょう。人間の能力にそれほど大きな差などないのですから。